まずこのスピードピッキングやるためにはまず やってみますので、この動きどうなってるかっていうと、押してます、押してます、押します、押して普通の位置に戻る、押して普通の位置に戻る。で、押すときに手首の力も同時に加えます。で、この手首っていうのは鍵を入れて回すような感じの、こういうイメージで手首に回します。で、この回すときに、回して戻すときに一緒に親指のクネを入れてあります。クネを回しながら入れる、これの動作を入れてみると、まず手首だけでやってみるとこうなります。これにクネクネを入れてあげると、この力で、この力とこの力で22で割るんですよ。割るとこっちで半分、こっちで半分なんで、手首だけでやると動きが 大振りになっちゃうんですけど、こうなるんだけど、これに親指を加えてあげると、おお、そうだね、こういうふうにスピードピッキングできます。で、これの親指の練習、いい例と悪い例があって、棒を持った時にみんなよくこうやってやってしまうんだけど、これはダメで、いいのは押すんです。で、これどういう練習がいいかっていうと、ペンを持った時に親指で押してあげる、押し込んであげると、ペンは、ペンの先は上に行きます。これが正しいくね。悪い例、こっちっていうのは今度ペンが逆に下に落ちちゃうんです。これで確かめてください。ちゃんと押して、押して押すことができていると、ペンの先は上に行きます、これをピッキング持った時に応用で押す、ちょっと常に曲げておく、こうじゃないです、曲げておく、ま、こうでもないです、曲げておいて、ちゃんと空間、空間を空間を、こっちでも行けるし、こっちでも行けるんでしょう、ちょっと曲げておく、ここ、で、押した時にこっちに行くんじゃなくて元の位置に戻る、これをゆっくりやると元の位置に戻る、押し込んで元の位置に戻る、決してこっちには行ってないんです、こっちには行かないで、この元のちょっと曲げたこの位置に押し込んで戻す、戻すことによってアップする、この力と手首を加えることによって、あえんちょっとゆっくりやって、熊鉢で早くやってみて。